武士さん、あなたが同じチームで、あなたがパートナーで本当に良かったです。心から感謝します。今日対戦が組まれて俺が勝ったから言うんじゃないです。前から言おうと思ってたことが今日言えて良かったです。お母さんへの手紙。確かに面と向かっていうのはちょっと普段は突発かしい部分がある。こういった恩師への、まあ、お母さんへの思いというのはね、感謝への気持ちですね、ここで出してきましたね。みんなにもまだ言ってないことがあったよな。みんなに、見てるみんなにもまだ言ってないことがあったよな。ベストオブザスーパージュニア27、優勝するのはこのね、高橋だ。はっきりと言いました。あなたがこの予言の目撃者だ。残りのスーパージュニア7試合、残りのスーパージュニア7試合、もっと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 、みんなで楽しもうぜ。完全に負けたよ。ヒロム、ヒロム、負けたよ。でもな、お前最高だよ。聞いてるぜ。がっつりダメージが残ってんな。きついな、きついな。でもこれがジュニアの戦いであり、これがベストなスーパージュニアだ。引いた。さて、お次は同期。いろいろ話すことがあるっていうか、いちいち話したらきりね。彼が話してくれるんじゃないですか。もう試合終わって話し合ってるかもしれないけどね。いや、聞いたな。きつい試合だった。そしてその次に技の高島屋だよ。おっと、これは大変だ。これは大変だ。いや、楽しみだよ。俺は同期とやるのが。ちょっとダメージがあるよ。ダメージがあるよ。ダメージがあるけど話は聞くよ。なんか質問ある人いますか。今日はちゃんと受けるから、ほら大チャンス。まずは福士選手、はい、本当シングルっていうのは本当に長くなると思うんですけど、その実力というかやってみて率直にどうか。なんか何でもやっぱ見透かされてるよね。ほらこれにも書いてあったじゃない。ほら、ママ、この一言が全てじゃないかな。何でも知ってるよ、俺のこと。お見通しだよ。だからこそ大変になってるんで。でもやっぱり改めてあの人がパートナーでよかったなって思ったよ。俺の心からの言葉だよ。臨場で言ったことが全て。さて、他に。
あと次の同期選手に来てても、メキシコに来た時からずっと待ってで、今回の高橋選手が自分の中のメインイベントだということをおっしゃってました。